はい、お疲れです。えー、っと、昨日のドミニオンの現地民の感想の第2弾ですね。ちょっと遅くなったんですけども、えー、続き喋っていきます。今これ喋ってんのがもう朝方の5時半ですで。大阪から帰ってきたのが12時半。そっから帰ってきて1本動画作って、で、その後、雷 n のペーパービューをがっつり4時間以上見てて、で、今5時半になってこれ喋ってる感じです。 はいじゃこ。こっから動画、これ喋って、寝るのが朝の7時コースですね。はい。まあまあ、それは置いといて。はい。えー、というわけで、えっ、ー、と、第6試合からですね。はい。えー、喋っていきます。ちなみに、G1 のネタに関しては、また一本別で、ゆっくり G1 は、ねほりはほり喋っていきますんで、ちょっと G1 は一旦飛ばして、第6試合からですね。はい。 でこのまあ第6試合なんですけども、まあ、やっぱりまあ僕が毎回言ってんですけどやっぱこの IWGP タックイコール一番注目すべき点っていうのはお客様の利益率、はい、どれだけの率が席を立つのかっていう、まあ、これがもう IWGP タックの まあ、現地民の楽しみの一個かなっていう感じですね。まあ、ちょっと中継だったらね、この楽しみ、ちょっと、まあ、味わえないとは思うんですけども、まあ、現地行くと、まあ、現地民の特権なんですよね。IWGP 卓位になった瞬間、どんだけね、あのー、人が席立つのかっていうね、どんだけの人がトイレに向かうのかっていう、まあ、これがね、注目ポイントだっていうのは、もう口酸っぱく言ってきてるんで、まあ、もう皆さんご理解いただいてるとは思うんですけども、まあ、やっぱりまあ、安定の、まあ、 これが始まった瞬間に、まあ、席立つ人は多かったっていう感じですね。でもっと細かいこと言うと、この前の第5試合、ジェフコブ・石井の決着がついた瞬間、結構な数の人がね、トイレに向かっていきましたね。で、その後に場内が安定して、G1 のいろいろ説明事項発表があったんでね。だから あのタイミングでね、石井ジェフコブが,が終わった瞬間にトイレ行った人はね、もしかしたらね、この G1 の、えー、この概要事項をね、ちょっと見逃しちゃった可能性もあるんで,で、あのタイミングはちょっと早かったかなっていうのは思いますね。僕はもうこの第5試合の後に何かしら起こるか起こらないかっていうのが、まあ、頭の中にあるんで、あのタイミングはね、ちょっと危ないっちゃ危ないですよ。なので、一番利口なタイミングは、 IWGP タッグの入場が終わったぐらいが一番ベストなんですよね。それ、そんぐらいになると一番結構好き始めてるって感じだったんで、はい、まあ言うてもこの試合ね、入場が4組来るんで、だから、しょっぱらの、誰でしたっけ、しょっぱらのチームが入ってきた時には、結構席立つ人多かったんですけども、ただ、全員の入場が終わる頃には、もう、 大体の人が席に戻ってきてたんで、うん、まあこの試合が始まる頃には、もう着席率は、まあほぼほぼ9割方着席してたんじゃないのかっていう、まあそんな印象っすね。はいでまあ試合の方なんですけども、僕はね、この試合を見ながら思ったのが、とりあえず早めに終わってほしいなっていう、はいもうそれを思ってましたね。うんちょっと とまあ早くく終わってくんないかなっててんなないいかうちょうどねこの試合始まったあたりから結構お腹が空き始めちゃってでなおかつ僕ね大阪に大阪に来たら必ず帰りのこう新幹線に乗る前に新大阪駅にある美味しいカレー屋さんカレー屋さんがあるんですけどもそこを毎回こう 食べてからしかあの最後新幹線に乗るっていうこのルーティーンがあるんですけどもこの試合見ながらねちょっともうお腹が空いてきてあの帰る前に食べるカレーが今日,な今日何のカレー食べようかなみたいなちょっとそんなの考えてたんでだからまあお腹も空いてたしで最後食べるカレーのこととか考えたりしてたんであんまこう試合の記憶ってあんま残ってないですよねはいまあとりあえずまあ TMDK が勝ったっていうのは まあこれはねはっきり覚えてるんですけどまあ i w g ビタックって、まあ、結果まあこんなもんだよねっていうはいああとは TMDK2 巻つすかおめでとうございますようやく報われましたねっていうまあこんな感じですかねはいで何気なく、えー、しれっとこのサブストーリーみたいな感じで進んでたのがヒクレオとファンタズモの、えー、もしかしたら空中分解あるかも的な感じでなんかさりげなくサブストーリーが進んでたんですけども まあ、これどうなるんですかね。まあ、ぶっちゃけヒクレオファンタズモって、お互い組んでても、誰も得してないよねっていう。僕は前からそう思ってたんで、まあ、解散するなら解散でいいんじゃないですか。はい。まあ、そんなところですかね。はい、以上です。はい。で、続きまして、第7試合のネバーの高木対ヘナレですね。えっ、ー、と、この試合は、僕、初っ端の入場の時ですね。入場の時に、タバコ吸いに行って、 で、序盤の部分は喫煙所でワールド見ながらタバコ吸ってましたね。ちょうどそうすれば5分ぐらいは短縮した状態で現場戻れるんで。あのね、今回喫煙所あったんですよ。今、プロレスの会場って喫煙所ってほとんどないですけども、ありがたいことに、この大阪城ホールはね、去年もそうだったんですけども、喫煙所が完備されてるんで、まあ、今回長丁場なんでね、まあ、こうやって喫煙所があると助かりますね。はい。 なんでまあそんな感じだったっすかね。はい、でまあ試合決着は両者 KO っすか。うん。これね、どうせあれでしょ G1 でも高木ヘナレ同じブロックで、まあ、ヘナレが勝って、でその後にまに9月か10月シリーズで高木ヘナレのネバー戦で、あと2回はやるだろうなっていう、まあそんな感じするんで、うん、もうよくねえかっていう。 そんなのは思ったですかね。はい。まあ、なんだかんだで、ね、まあ、やればね、そこそこ面白い試合で、まあ、安定した味なんですけども、まあ、ちょっともうそろそろお腹いっぱいかなっていう、はい、そんな感じですかね。はい、以上です。はい。で、続きまして、ダブルメインイベント1、モッサン対イ,イーヴィルスすね。はい。まず、この試合なんですけども、キダニオーナー、体張ったなっていう、はい。 まず、まあ、これを言いたいかなっていう、まあ、そんな感じですかね。で、あの、キダニオーナーが、あの、ハウス・オブ・トーチャーに羽交い締めにされて、あの、スプレーぶっかけられて、で、イーヴィルがカエレコール煽ってたんですけど、これね、結構カエレコールの声量ね、映像で聞くよりも、結構現場行くとね、カエレコールの声量多かったんですよ。だから、これって、 あの一部のこのプロレスファンが木谷オーナーに対して若干こう溜まってるフラストレーションみたいなのがイービルが煽ったカエルコールに共鳴されたかなっていうそんなのは思ったんですねさっきあのちょうどツイッターで木谷オーナーがスプレー食らってる時のこのショート動画みたいなのをちょっと見たんですけどもいやこれねこれ動画で見るよりもね結構カエルコールの声量多かったんで僕の体感場内の 6割、7割くらいは結構カエルコール出してたんで、だからね、一部のこうプロレスファンの木谷オーナーに対してこの溜まってたフラ,フラストレーションがあれ結構強調されたなみたいな、はい、そんなのは思いましたね。はい、とりあえず木谷オーナーお疲れ様でしたっていう、はい、そんな感じですかね。はい。で、まあこの試合なんですけども、まあそこそこやっぱり出し物がまあ結構多かったんで、まあそこそこ盛り上がったかな っていう感じっすかねやっぱり4トラのトペあと真壁のダブルラリアットやっぱこの辺が一番湧いたかなっていう感じっすかねうんあと気になったところは何気にイーヴィルのね長田ロック1を持ってくるっていうところにおイーヴィルよなかなかいい味出してんなっていうはいそれ思ったっすね長田ロック1って本家の長田さんすら もうここ最近ほとんどやらない、やらない技なんでね。だからここでね、あえて長トロック1を持ってくるイービル。いやー、分かってんなっていう。はい。まあそんなのは思ったんですかね。まあちょうど足攻めのターンだったからっていうのもあるんですけど、いやーあのね、長田ロック1はね、良かったですね。うん。長トロック1はね、 プロレスゲームだったらね、あのー、よくコンピューターと試合するとよく使ってくるんですけども、実際の試合になるとね、永田さんほとんど使わないんでね。だからちょっとしたレア技なんですよね。まあこのレア技はちょっと見れてよかったかなっていう。まずそんなとこですかね。はい。はい。で、あとまあその他気になったところは、まあモッサンの、まあテリトリーであるこのハードコア系の、まあ部分ですね。まあ若干やっぱり、 このね、日本向けだから、でまあ、ちょっとね、モッサンの本来のデスマッチ系要素に比べれば、まあ、ちょっとだいぶソフトではあったんですけども、まあ、有刺鉄線ボードで、まあ、みんなね、ちゃんと殴られて、まあ、痛かったと思うんですけどもね、はいまあ、皆さんお疲れ様でしたっていう、はいまあ、これはちょっと言いたいかなっていう、まあ、そんなとこですかね。はいでまあ、試合時間が26分ですか。あ 5分ぐらいは短縮してよかったかなって感じですかね。26分って聞く,聞くと結構長いんでね。ていうか、メインより長いじゃんっていう。まあ、もうちょっと短縮してもよかったかなっていう。まあ、そんな感じですかね。はい。で、まあ、試合後は、もう安定の内藤哲也登場。で、これね、僕意外だったのが、モッサンの口から、ファビルンドアっていうセリフが聞けるかなと思って期待してたんですけども、 内藤さんからは禁断の扉ってワード出てましたね。まあまあこれは、まあ別にそれはいいんですけども。はい。まあ、というわけで、禁断の扉でやっぱりモクスリー対内藤まあ当然だよねっていう、そんな感じですかね。はい。うん。で、まあこれで、まあ新日本プロレスに IWGP が戻ってくるのは800%確定事項ですというふうなところですかね。はい。はい。で、あと最後に、あのちょっと僕が。 思ったことでこの今のこのモクスリーのこの IWGP 政権なんですけどうんとおそらくこれ新日本プロレスはモクスリーをベビーフェイス側の立ち位置でちょっと使いたいみたいなまあそんな感じだったと思うんですよだから防衛戦の相手って成田イーヴィルっていうこのヒール側が2連発で続いた形だと思うんですけども ただ、我々ファンの目線的に、果たして今回の IWGP 王者モクスリーを外敵としてヒールとしてこう見るべきなのか、それとも、やっぱりモクスリーって新日本プロレスに貢献してくれるまあ大きい存在であるのは間違いないんで、だから、なんだろう、モクスリー来てくれてありがとうっていう目線で見ればいいのか、それとも外敵の うんモクスリーとして見ればいいのかっていうこのモクスリーに対してのそのファンの目線っていうのがいまいち掴みづらいだからうんなんかこの今回のこの IWGP のこのモクスリー政権ってファンの目線がねどっちの視点で見ればいいのかっていうこの混乱をちょっと招いてるかなっていうのは僕が感じるんですよねまあこれ僕だけだったらごめんなさいなんですけどもだからまあ普通に考えれば ね、モクスリーは一応多団体の選手なんで多団体に流出して、まあ、外敵としてみなして外敵王者として本来だったらまあヒール寄りな感じになるっていうのがまあ基本セオリーなんですけどもただモクスリーに関してはやっぱりちょっと別枠な存在なんで本当はモクスリーって我々から見たら ありがとうっていう、ありがとうっていう、モクスリーをベビーフェイスで見るのっていうのが、まあ、普通なんですけども、ただ、まあ、外敵っていうそこの要素もあるから、あー果たしてこのモクスリーのこれ今回の IWGP 政権、これ、どっちで見ればいいのかなっていう、僕はね、結構そこ混乱してるんでね、だからこの混乱を招いてるっていうのが、なんかいまいちこのモクスリーのこの IWGP 政権がこうパッとしない。 ああまあこういう感じを生んでるのかなっていうのは思いますね。でまあこれ モクスリー自身も日本に来たら、まあベビーフェイス寄りでやりたいっていうのと、あと、まあ新日本プロレスも、えー、モクスリーをこの IWGP 王者として、まあできればベビーフェイスで寄りたいっていう、まあそういう意向だと思うんですけども、ただ、向こうの AEW で、トニー・カンガーね、私やりたいみたいなスタンスで、もうボゴスコボゴスコ好き勝手、ね、雑な感じで IWGP 組んじゃうから、それ、そういうね、 向こうでこう IWGP を好き勝手やられちゃうからそれを見ちゃうとこう日本人の我々ファンとしてはうわ。 海外に持っていかれるとこういう風になるんだ。早く誰か取り返してくれみたいな、うん。なんか向こうでこうトニーカンが好き勝手やっちゃうから、なんか本来だったらモクスリーはこうベビーフェイスとしてこう見たいけれども、でも向こうで好き勝手やられちゃってるから、早くベルト取り返してくれっていうそういう思いから、若干ちょっとモクスリーをこうヒール寄りとしてちょっと見ちゃうみ、見るべきなのかなとか、なんかいろいろね、こう混乱を招いてる。うん このトニー・カンがこう好き勝手やったり、でも新日本プロレスはこうベビーフェイス顔としてこう迎え入れたいのにみたいな、なんかその辺のね思惑がなんかごちゃごちゃして、結局ね、この木ク政権は、果たしてこうヒールかベビーか、どっちで見ればいいのっていう、まあそれを生んでるのかなっていう、そんなのは思ったんですかね。ちょっと説明分かりづらかったらごめんなさいなんですけども、まあとりあえずそんな感じでどうですかね。はい以上です。 はい、えー、というわけで、残りのメインイベントですね。メインイベントと、あと、大阪城ホールの総括。えーまあ、この辺は、ちょっともう一本また上げますんで、はいちょっとまた後ほどよろしくお願いします。はいでは、一旦この辺で失礼します。See you next time.